マッチングアプリのプロフィールでまず見るところ。それは、年齢です。私は30代半ばでアラフォーに足を突っ込みかけていますが、男性の年齢は結構シビアに見ます。45歳以上だと無条件にお断りです。顔も見ません。年齢を見た瞬間に断ります。年齢の壁は思っていたよりも大きかった。こんなに厳しいなんて知らなかった。シェンロンに若返らせてほしいとお願いしたいので、私はドラゴンボールを探す旅に出ます。とプロフィールに書いていた、40オーバーの男性から申し込みが来たことがあります。あまりに悲しすぎる文章をじっくり読んで、そっとお断りしました。ドラゴンボールを探す羽目になる前に、男性はもっと早く婚活しましょう。現在の結婚する男女の年齢差は、再婚を含めて2歳を切ってます。そう国が発表してるので本当です。40から45歳だと、写真を見て、写真が問題なかったら、プロフィールを見て、よほど良くない限りは大体お断りします。30から39歳は写真と身長が問題なければ OK です。この層からの申し込みは一番欲しいのに悲しいかな一番少ないです。もっと若い女性に申し込んでいるんですかね？悲しいです。ドラゴンボールを探す羽目になりたいのかな？年齢が近い男性は、写真と身長が問題なかったら OK して、他の細かいプロフィールはメッセージが来たら読みます。27から29歳は写真を見て問題なかったら、身長や年収やプロフィール文章をじっくり読みます。総合的によほど良かったら OK します。26歳以下は、何が目的か知らないけど、実は一番、お申し込みが来る年齢層だけど無条件にお断りです。顔はちらっと見ますけど、よっぽど良くない限りお断りです。年下にはいずれ年齢を理由に相手から断られるのが目に見えているからです。この年齢層と付き合ったことがあるけど速攻捨てられました。彼女が4歳年上だったからしばらく付き合ったけど、年上だから結婚が考えられなくて別れた。と言ってた男性を知ってます。ああ、本当に婚活はやってられないです。私が男性のプロフィールの見ているところは、まず年齢、次に顔写真です。顔がダメだと速攻お断りです。顔写真を出していない男性もお断りです。経験上、不男です。写真がひどい男はめちゃ多くて、あまりにひどいとスクショ撮って友達に送るのが趣味です。なんなんだよこれ。って大体言われる。その次は身長、学歴、年収、婚姻歴を見ます。身長は165センチ以下はお断りです。当方は166センチです。学歴は、無記入の人は大体経験上、中卒です。専門以上なら問題なしです。当方は引率です。年収はあんまり当てにならないけど、見ます。低く書いている人は多分正しくて、正直者だけど印象が悪いです。高く書いてる人は当てにならないこともありますが、印象はいいです。350万未満はよほどイケメンじゃないとお断りです。婚姻歴は昔は気にしていなかったけど、離別の男性と何人も会って経験上、壊滅的に女を見る目がないか。なんでそんな女と結婚したよ？率高い、切れたら関係ぶった切り太郎か、なんかやっぱり問題があるケースが多かったのでマイナス査定です。子供がいたらごめんなさいです。というわけで結構厳しい感じですけど、年齢と顔が OK じゃないと OK しないので、ほとんど OK しないです。男性の皆さんは、早めに相手を見つけたかったら、年齢の近い女性に申し込んでください。写真はもっと頑張ってください。以上です。